どうも、こんにちは、こんばんは、レッドンです。今日はね、この強化されたトガちゃんをね、ちょっと解説していこうかと思います。トガちゃん、ベータ技が強化されました。ベータ技のスパスパキラーナイフ。全レベルで2段階以降の攻撃ダメージを増加、全レベルで段数を増加ということで、とてもベータ技が強くなってもらいますね。後ろの動画見てもらってもわかるように、レベル9になると、1回に与えるダメージがとても大きくなっています。ね、最初の、ベータ技の発動時の初段がヒットすれば200ダメージってね、いうことになります。なので、もう相当強いですね。あとは、格殺のスピードも上がっていまして、ちょっと今回見れると思うんで、ちょっとそこら辺見ていきたいんですけど、相手がダウンをした時にベータ技を打つことで、そのベータ技を4回当てることによって、その敵が、格殺です。もう死にます。すぐ。なので、多分というかもう確実にヒロアカ史上の中で一番格殺が早いキャラクターになってると思います。ダビーのあのベータ技も早いんですけど、トガちゃんのベータ技も1、2、3、4、5、6、6か。レベル1だと6回で死にますので結構早いですよね。うん、こうやってダウン、ダウンってやって、あ、もう3人目ダウンをして、これ1、2、3でもう1回、4、5、5回で死にます。で、もう1回格殺をもう1人、ドン、ドン、ドンからの、ドン、ドンっていう風になります。なので、めちゃめちゃ格殺が早いので、うん。まあ、ランクマッチとかでも全然使えるキャラになりましたね。で、こっからはね、試合の方を見ていきます。まあ、1位にはなりなかったんですけども、ベータ技をひたすらレベル9まで強化した後の、ガチャを見てもらいたいなと思います。それではどうぞ。ね。そしたらトガちゃん行きます。ベータ技で勢いよく当てるよ。マウントレディに当てたいが当てれない。で、シュク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 。トガちゃんめっちゃね、早いから、ベータ技で制御できないんだけど、当てると強いね。これ、しがらきの格殺を少しね、気持ち欲張って取ろうとしちゃいました。ごめんなさい。うん、ごめんなさい。ランク盛りたいんでね。もうプロ5になってから全然盛れないの。本当にこのゲーム。もう、本当にもうマイナス800からスタートだから相当頑張らないと思えない。ね、アルファ技もこうやって遠距離から打てるから相当強いね。これベータ技で突っ込んで108。で、もう一回多分ベータ技で突っ込もうとしたんですが、相手がプルスウルトラ、プルスケイオスをしてきたので、ここで一旦引きます。ね。で、今回回復がたくさんあるので使おうと思ったんですが、味方が回復をしてくれる。本当にナイス。ね。ありがたいですね。で、これで、取って、で、まあ、遠距離はもうこれで行くと。遠距離はアルファ技でシュク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 シュと。ね。打てますと、うん、で変身もあるから、このダビ変身したのはベータ技が強そうだなと思ったので、ベータ技コピーしてみるとやっぱりレベル9になってたので、でベータ技振りまいてっていう風にしてます。でここで回復飲もうとしたんですけど、あやべと思って、敵の姿になってる途中で回復しちゃうと周りの敵にもバレちゃうので、一貫トガちゃんに、直してから回復を飲んでます。でデカ回復なので周りも全員回復と。で、多分、うららかちゃんの、ハンマーをぐるぐる回してるところに、このベータ技を当てても意味がないなと思ったので、これは離れてます。ね、しっかり回復飲んでと。ここでアイテムを回収します。ね、トガちゃん結構ね、このスーツも可愛いよね。ガチャで当てました。うん。とってもいいです。このスーツ。でね、トガちゃんあんまり今まで使ったことなかったんだけど、ボイスがいい。励まされる。うん。で、これはね、ちょっと味方のとこ行ったの反省だね。回復してる味方のとこ逃げちゃったので、この次からは近づけないようにしたい。ね。で、これマウントレディをコピーしましたね。これのベータ技何回も踏み潰せば当たるかなっていうことで、ベータ技を当てようとしてますが、これなかなか当たりません。ね、でも最後の一発ドーンって当てれダウンで、格殺をしようともう一回やろうとしたんですけど、つゆちゃんのこれで決めるわよペロってやられて先取られます。まあこれはしょうがないです。でなると、でアイテム取ろうとしたところをね、やられてやばいってなって逃げようと思ったんですけど逃げられず、でベータ技がトガちゃんかと思ったらできなトガちゃんじゃないからね。
でもここでフロッピー大活躍ということで生き返してくれました。この間に飲みます。ではこれ紙一重だったね、うん、ナイフが来たんだけど避けますと。いいね。あとは肉を飲んでと思ったからナイフが来たから、ここでベーターズ発動、一回当てる、で二人目当てる、で逃げると。でハンマーは多分相打ちだったらこっちも開けるから逃げる。でこのベータ技を当てようとするけど、相手の方が機動力高いので遠距離アルファ技で、でこれ逃げる。うん、ヤオモモに関してはね、正直で相打ちしたら必ず負けますので逃げた方がいい。うん、ここも逃げた方がいい、見てますね。で、ダッシュ終わった後にベータ技詰めるんですけど、ヤオモもダッシュ終わった後必ずアルファ技打ってくるのでなかなか攻めにくいから、引いてアルファ技、こっちのトガチャのナイフを投げるっていうのが一番良かったかもしれません。うん、で相手、うん、これは運が悪かったね。ちょっとベータ技で逃げようと思ったんですけど、爆豪か誰かの爆風でやられた。でこれも回復しようと思ったんだけど、すぐ先に逃げるべきだったね。で格殺決められちゃいましたけど、3位ということで、あとは味方に託してます。でこの後のね、しがらきの動きがまあまあ強いので、ちょっと見ていただくといいですよね。つーちゃんいけるかなと思って見てたんですけど、しがらきが頑張ってくれてます。このしがらきのスーツめっちゃかっこいいよね、うん、あんまり見ない。これどこで手に入れたんだろう。でこれイケメンコードを入れます。これ自分のを取ってからね、死ぬだろうと思ったつゆちゃんのを取って2人を蘇生できる。いつ蘇生するのかなと思ったら、これもうすぐだよ、すぐ。この状況下ですぐ蘇生するってすごいなって思う。でここでトガチャ復活ということで、もうすぐ敵のとこ向かってますね。もうこれもおかしいですね。うん、回復はやっぱり通者にあげた方がいいかなと思って、自分はすぐね、敵向かいました。なんでかというと、これガンマ技、もう死んだ後はガンマ技やった方がいいかなと思って向かってます。いつガンマ技。で、あれも格殺取れるかなと思ったら、もう死んでるやつでした。そしたらもうヤオモモにね、狙われると。で、ヤオモモを取って、変えて、これでベータ技へ突進してます。で、ベータ技ぶつかると、相打ちになっちゃいます。で、この後、やろうと思ったら、アルファ技の方が早いので、みんなのベータ技終わった後にアルファ技打った方がいいね、これ。うん、この後全然当たんないから。で、切れちゃって、トガチャに変身してます、また。で、また吸い取ろうとしたけど失敗と。で、基本回復がないので、ここ隠れてます。危ない。あー、もう応援行きたいけどね、この状況で行っても意味ないので隠れてる。でこう空いたところにアルファ技打つ。でこれも危ない、逃げる、端っこから逃げてます。でもうここに来たのでダウン。そしてこれ格殺しようと何回もやってるんですけど、うーん、別パンに格殺されたかな。で、このうららかのやつやろうと思ったけど、相手が来てます。で、ここでもう一回ベータ技でアタックしてます。で、これで何回も当ててます。ね、最後ね、勝てればよかったんですけど、ね、最後もこれ当てて、もう相手に行くで76食らってて、もうあと一発なんだけど、先にこっちが、ね、何か、トガちゃんか、トガちゃんの相手のベータ技に当たって死んでしまいます。あとはしがらき頑張れという状況です。ね、でも、うららかが強すぎるから、もうこれはしょうがないかなと思います。うん、最近、うららかのベータ技強すぎる。次、弱体が来るのは多分、うららかかな。もう、デックも、爆豪も、つゆちゃんも、弱体化されたから、これ、そろそろ来るんじゃないかなって思ってます。うん。ということで、ここでゲームオーバー2になりました。でもね、ベータ技はとても強いので、うん、強化されたトガチャンなら全然ランクまで使ってポイントもりもり盛ることできるかなと思います。ね、みんなも気になったら使ってみてください。ほんじゃあ、またねー。